ハカードとは、三菱樹脂とハドソンが共同開発した IC カード型のロムカートリッジである。日本電気ホームエレクトロニクスとハドソンが共同開発した家庭用ゲーム機である PC エンジンに使われた。ハカード基本的に容量が大きくなるほど樹脂シートのコーティング部分が広くなっている。1985年にハドソンと三菱樹脂が MSX 用の IC カード型、ロムカートリッジとして開発した B カードをベースとしている。既存の家庭用ゲーム機に比べてもメディア自体が薄く、小型のため保管しやすく過半性にも飛んでいた。また、他の家庭用ゲーム機向けロムカートリッジよりも、格段にコンパクトであるため、後に、ハカードがそのまま使用できる、携帯型ゲーム機 PC エンジン GT も発売されたが、 PC エンジンのソフト供給の主力は容量単価が安い CD ロムへと移行していった。ただしカード型の家庭用ゲーム機専用ロムカートリッジはセガマーク3のマイカードに先を越されている。基本的に黒い部分がロムチップとプリント基板で構成されており、これは白い部分のプラスチックカードにはめ込み接着され、その表面は樹脂シートでコーティングされていた。 電気的接点は露出していたが、表面を金でメッキ処理され防錆加工としていた。カード部分には基板の露出面と同じ面にゲームタイトルなどがカラー印刷されており、裏面には標準的な取扱いの注意などが単色印刷されていた。ただ工述するようなバッテリーバックアップなどの機能を追加した製品では、プラスチックカード部分に空間があり、 電子回路や電池を組み込んだ製品も存在する。フカードのソフトの中には、ポピュラスなど、高度な計算処理を行うために一定量の、ラムスペースが必要となる場合がある。PC エンジン本体には、ワークラムとして、8キロバイトのラムが搭載されているが、その容量では、必要な計算はこなせない。ラムは常に電流を流していないと作動しないため、 冬カードに電池が積み込まれており、従来のカードより厚くなっている。その構造上大容量化と追加機能の搭載が困難である。ケースには CD 用ケースをベースとしたパッケージが使われ、ソフトビニールケースに入ったハカード本体を収めている。これらのパッケージは店頭で陳列される際にまとめて一般に市販されている CD ラックに収納が可能である。 同時期の家庭用ゲーム機用ソフトウェアのパッケージよりも、小スペースな商品展示と陳列で便利だった。増刊ファミコン通信ボリューム5株式会社アースキー P14 本体内はクラムのみでの処理が無理だったためとされている。ありがとうございます。